やっちゃん、主食だね、ゼリーが、うん、何時に家出る？9時半ちょい前ぐらい。お風呂入る？うん、おシャワーを浴びてこ。はい、髪の毛やって行ってきたいと思います。行ってきます。はい、ということで帰宅しました。今日は2回目の検診に行ってきて、なんか行く前が結構気持ち悪かったんですけど、でもなんかすごい今日心拍確認できるのが分かってたので、なんかだんだん気持ち悪さよりワクワクが勝って、病院内では大丈夫だったんですけど、終わった後もう気持ち悪かったので、とりあえずガム食べて、ローソン行って食べたいもの、今日食べれそうだなって思うものを買いました。でなんか最近はすごい、なんかもう自炊もあんまりできないっていうか、もうほぼ先週とか寝たきり状態だったので、家事はあまりやってなくて夫に任せきりなんですけど、なんか私の中で食べれそうなこういうフルーツとか、なんか毎日コロコロ変わるので困るんですけど、私が唯一食べれたものをちょっと紹介して、もしかしたらこの動画を見た妊婦さんだったり、これから妊娠される方が、あ、こういうのだったらもしかしたら食べれるかもっていう参考の一つにしてもらえたら嬉しいなと思います。私はまずこういうね、フルーツ系は
すごい食べれて、でもなんか最初はリンゴにハマったんですけど、リンゴはダメに、ダメじゃないんですけど、今はあんまり欲してなくて、次にみかんにハマって、みかんはなんか飽きたというか、なんか美味しくないのに当たっちゃって、そこからウェってなっちゃって、そこの後に今バナナにハマってて、でもなんか今日はこういうオレンジとかパイナップル系食べたいなと思ったので、これ買ってみました。であとなんかレタスのサンドイッチが私すごいなんか食べれて、でもなんかチーズがこれ入ってるので、チーズの部分は取り除いて私は食べています。なんかレタスすごいさっぱりするし、ハムだったらね火が通ってるので、このシャキシャキレタスのサンドイッチよく食べてます。トマト好きなんですけど、こういうオクラのネット三陸産メカブのネバネバサラダ、まあ、海藻とかそういうのはどっちにしろ体にもいいので、まあ、カロリーはすごい低いんですけど、まあ、食べれるもの食べようと思ってこれも2つ買ってきました。結構これさっぱりめなので、スルスルってこうあんまり噛まずに食べれるし、栄養価も高いと思うので、なんかほんと食べれないなって人とかちょっと食べてほしいかも。スルって食べれるのでさっぱりしてて、私はすごいもともとこれ好きだったんですけど、さらに好きになりました。もうこれもねもともと好きなんですけど、この生春巻きですね。でエビも蒸し鶏もしっかり火が通ってるものなので、生春巻きね。サーモンのものも売ってるんですけど、サーモンはちょっと今は食べるのあまり控えてるので、このエビの方を食べてます。すごいこれ美味しいんですよね。なんか大葉が入ってて、あの大葉の味がすごい美味しいし、私はなんかチリソースとかもつけたくないので、何もつけずにこの素材だけの味で食べてます。朝も実はポンジュース飲んでたんですけども、オレンジジュースがもう本当にもうなんか命の水みたいな感じで、本当にオレンジジュースが飲むとすごいスッキリする、この胃とかのムカムカとか気持ち悪さがすごくスッキリして、オレンジジュースとあとリンゴジュースがすごい最近はよく飲んでます。最初は水お茶も平気で、お茶もすごい飲んでたんですけど、なんかオレンジジュースを飲んだら、あ、お茶よりオレンジジュースの方が私スッキリするなと思って、オレンジジュースよく飲んでます。でお茶もなんかノンカフェインのもの買って飲んでたんですけど、なんかもう今はもう飽きたのか、あまり飲みたいなって思わずにそれは飲んでないです。であと同じシリーズのこの野菜の方も買ってきました。で、ね、野菜ジュースもまとめて買ったんですけど、なんかその野菜ジュースの味がちょっと苦手になっちゃったので、はい、なんかね毎日こう食べれるものを探すことがすごく大変で、でもまだ食べれてるので今は、先週はなんか全然食べる気も起きずにほぼ寝たきり状態で全然撮影もできなくて、で今今日はこうやってカメラ回せてるだけ、なんかすごい、なんか昨日もそうだったんですけど、昨日今日とちょっと調子が良くてすごく自分も嬉しいけど、まだまだ先は長いので、ちょっとつわりとは戦っていきたいなと思います。あとすごい眠いですね、眠さがすごい。であとなんかね、私もともとミネストローネとかも好きで、もう作れたら作りたいんですけど、ちょっとそんな元気がないのでこんなのを見つけて買ってみました。贅沢ミネストローネっていう、なんかこんなのあるんですね。すごい簡単に作れるみたいで、レンジで、なので野菜とか栄養もたくさん取れそうですし、ちょっとさっぱりしたものをやっぱ欲するので食べます。なんかね毎日本当に食の変化がすごい。トマトもね一時すごいハマったので、まとめて買っちゃったんですけど、あんまりまとめて買うのはおすすめしないかも。もう次の日になったら、あれこれあんまりダメかもみたいな感じになって残っちゃって、夫が処理するみたいな感じに今なっちゃってるので、なんかもちろんまとめて買って方がこうね外に出る回数も減るし、私はほとんどもう夫にお願いして買ってきてもらっちゃってるんですけど、あとの手間とかも減るからまとめ買いした方がいいのはわかるけど、でもそれがもう食べたくなくなっちゃって腐らしちゃうのももったいないので、本当に難しいですよね。私はこう実際につわりの方の動画とか見て、
食べてるものを参考にしたりとか、あ、私もこれならいけるかもとかって思って買ったりして食べたりしてたので、なんか私もほぼさっぱり系なんですけど参考になればと思いました。あとこういうカムカムレモンとかさっぱりしたガムとか、あと飴とかを私はもうずっと食べてないと胃がムカムカするので食べてます。はいはい、とりあえず今日検診で、まあ、ちょっと先に食べてから後でお話ししたいなと思いますが、2回目の検診に行ってきました。でも気持ち悪いのでちょっと一旦お腹を満たそうと思います。椅子に座るのがなんか辛くって、もうなんかいつもここでもここにも携帯置いて、なんかこう本当にあの動くのが嫌で、なんか極力動きたくないみたいな感じですね。なんか喋り、なんか私もともとすごいせっかちでガツカツカツ喋ってたんですけど、なんかそれも疲れちゃうので、すごい喋るのものんびりになったし、なんか食べるのもめっちゃ早かったんですけど、もうなんか口に入れるまでが怖くて気持ち悪くなるのが、なのでもういつも恐る恐る口に入れてますが、これオレンジジュースとかはねもう大丈夫って分かってるけどちょっとまたね急に食が変わるから毎日変化との戦いです。はい、今時刻が3時20分です。気持ち悪いのと眠気がやばくて、なんか日中すごい毎日眠くて、ちょっとお昼寝をしました。2時間ほどで、ちょっとこう仕事の連絡が溜まってしまったので、これぐらいの時間になって、ちょっとやっとこうパワーが出ることが多いので、夕方過ぎ、夕方ってかお昼過ぎぐらいから、夜にかけて、まあ、作業をできるときは仕事をするっていう感じに最近はしています。で、先週がね本当にもう全然動けなかったので、まあちょっとやられる時にはやらなきゃって感じで、先生にも無理せず仕事はしなさいという指示も出ているので、程よくやろうかなと思ってます。とりあえずパソコンをね持ってベッドの上で作業しようかなと思ってます。ちょっとお腹が空いてきたのでこれを食べようと思います。寒い、なんか今日あったかいんですけど、なんか布団の中がすごいあったかすぎたのか、出たらすごい寒くなっちゃった。ちょっと作業をしたいと思います。で、なんかキンキンに冷えたものじゃないと嫌なので、氷入れて飲んでます。で、あとさっきコンビニで買った海苔巻きも食べながらちょっと作業したいと思います。夜ご飯は冷蔵庫開けたんですけど、もうなんか今冷蔵庫の開けた匂いでもううえってなったので、なんかこういうタオルとかの匂い嗅いでいつもなんかリセットしてます。とりあえずこれだけはっていうものだけちょっと今から処理してやりたいと思います。
こうやってなってた？え、そうじゃなかった。なんかチラ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 って感じだった。あ、そうか。鼓動は？そう。今度なんかファイルしときたい。最後に夫にスーパーで買ってきてもらったものを紹介します。プルプルクーのみかんオレン、みかんのオレンジ入りのもの。これがね、すごい食べやすくて味も飲みやすくて、あの凍らせても美味しいみたいで、私は凍らせたことないんですけど、さっぱり食べられるので、これをいつもなんか近所のスーパーにたくさん売ってるので、ちょっとまとめ買いして、毎日いつもこれを、とりあえずもうお腹空いて何も食べれないときはとりあえずこれをチューチュー吸ってることが多いです。これといちご2パック。ちょうど私は今春の時期なので、いちごは結構出ていて、あとバナナ。バナナはね、すごいなんかお腹もたまるし食べやすくて、私はね、あの寝る前にいつもベッドサイドにこれとバナナとこのクーを置いてるんですけど、ちょうどバナナが切れてたので買ってきてもらいました。あとはおにぎり梅干しのおにぎり食べたかったので買ってきてもらいました。なんか料理を作る匂いがちょっと無理なので、ちょっとしばらくご飯あまり作ってないんですけど、とりあえずこの梅干しのおにぎりとバナナといちごをちょっと今から食べて、まあ、夜ご飯もどき、まあ、ずっと食べてるんですけど、そんな感じにしたいと思います。であとこの中緑茶、カフェインゼロなのでよく飲んでます。なんかこの睡眠の質を上げるやつ買ってきてくれました。で夫はまあ今日外に行ってたので、すぐにお風呂に入ってもらって、今お風呂でのんびりしてます。ということで、この動画がどんな風に公開されてるかわからないんですけど、妊娠初期、2回目の検診の日ですね、7週に入ったぐらいの私の様子でした。ちょっとリアルタイムには更新がちょっとできないので、後々の更新になってるとは思うんですけど、ちょっと調子のいい日を見計らってこういう感じで動画を撮っておこうかなと思っているので、また他の日の妊娠初期の動画また上げたいなと今考えてます。今週ね、母子手帳ももらいに行ってきてって言われたので、母子手帳をもらいに行ってきたいなと思っています。夫もね、すごい喜んでいたので嬉しいですし、はいそんな感じで、まあ、夜はちょっと調子が良くなってくるのでいいんですけど、今日はなんかすごく眠くて、つわりとかで苦しい方のなんか励ましとかになったらいいと思うし、もう辛いと思うので、私も辛いですし、なんかゲップがすごく辛くて、すごいゲップが出て、ゲップした時にこう戻ってくるんですよね、ここまで食べたものが。で吐きそうになって、で収まってみたいなのがずっと繰り返しで、こうこの胸のここの溝落ちのところがずっとムカムカしています。もうなんか唇もいらないから、幸薄いくてあれだけど、うーん、そんな感じで、はい、なんとか生きている感じです。はい、私も後でお風呂に入って温まって、今日は寝ようかなと思っております。皆さん、もしもね、妊娠中の方が見ていたら、本当に無理せず過ごすのが一番だよって今日先生にも言われたので、無理せず体を休めてあげてください。そして家事はね、夫婦協力してやればいいと思うので、あの私はもう夫にめちゃくちゃ甘えてますし、部屋も荒れ散らかっています。今まで綺麗にとか言ってましたけど、もうなんかもうやってられないと思って、そんな感じですね。はい、ちょっとなんかまたお腹が空いて気持ち悪くなってきたので、これぐらいにしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。ではバイバーイ。